どうも、トマピーです。どうも、ヤスオカです。いつもご視聴ありがとうございます。今日やっていくのはマジック・ザ・ザリング・スタンダード対戦、ハントランプ対青黒アグロをやっていきます。はい、ということで、ハントランプですが、結構もう登場してるのかな。はい、まあなんかここずっとスタンダードで活躍してきて、まあ、最近では魂の洞窟が出たことより強くなったデッキですが、まあ、デッキとしてはもうランプというだけあってマナーを伸ばして、うん、まあ、太陽効果や集団失踪で相手のクリーチャーを全部除去しながらアトラクサーとかいや、まあ、天使とかいった、まあ、大型クリーチャーを出すと。で最近その魂の洞窟が出たことによって、まあ、天使ということで、まあ、それらのフィニッシャーがカウンターされなくなってより強かったデッキになっております。ダイナミックだよね。はい、そして今回僕が使う青黒アグロですが、こちらは透明ガイの精霊やコウモリとかいった軽いこうクリーチャー出しつつ、まあ、ギックスや、まあ、スクーナー戦なのでちょっとアドバンテージを取りつつ妨害していくデッキになっております。クロックパーミーかな。クロックパーミーですね。結構活躍してるの青黒も。いやどうだろう、なんかいろいろスクーナー戦使ったデッキ、その青白だったりエスパーだったりとか、まあ、いろいろ出てくる中の一つかなという感じで、ちょっと前から環境の上位に君臨し続けてるデッキ対、まあ、ニューカマーというか新しい戦力活用したデッキということで、はいはい、どんな戦いになるのか一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。お願いします。トマホル、なんかおしゃれなメガネしてるけどどうしたの？あ、これ、うん、ちょっと久々の対戦動画だから本気出していこうかなみたいな。何か相手の手札がスキルとかじゃないの？ちょっと、いや、これはね、あの目をマッサージしてくれる。対戦しながらリラックスできるという。そう、やっぱ一日対戦動画やってるとさ、うん、目が疲れちゃうからね。そういうのって大体さ、結構重かったりしない？結構重いね。重いそう、確かにマジックプレイヤー以外にも見てほしいってのもあるけどね。はい、はい、10先行です。キープします。はい、どうぞ。あり、あり、あり。大洞窟の小堀、はい、手札を見て1枚追放します。ゲゲ、そっちがないのがバレちゃった。これも追放できる？できるね。そっちないカード1枚強すぎん。メスメルクリントだ。昔それ飛んでなかったよね。飛んでなかった。ハンコもなかったよね。ハンコもなかった。やばいな。はい、あり。白もない。白まだないんだけど。リアルじゃないこれでも。リアルだね。まあでもちょっとマリガンしてもよかったけどね。こっち結構入ってるからね。ちょっと。いや、そのアラームが鳴ったから俺は気分を害して外した。はい。武具を外した。武具外した。うわー、視界広。普段さ、はい、やっぱ俺たちのさ、この目っていうのはだいぶありがたい存在だね。うん、いろんなものが見える。目は別にいいな、そりゃそう、うん、いや、あれやったらちょっとすげえ、なんか明るくなったぞ、視界が。半随分映ってたのにな。あ、映ってた。いや、すごい反射してね、全部映ってる。昔 GP だったオリバールウェル事件じゃん。そう、捕まっちゃうからあれ。相手がサングラスしてるのにそれを見てた側がたまたま見えちゃって、見てた側が失格になるって。そう、見えてんの？映る映る。いや、めっちゃ映るね。ね、ダメだこれ、合間にやろう。脅迫で太陽効果。脅迫打たなくてもいいだろ、この打てないから。いつか打たれるからね。うん、終わり。確かにね。終わり。フェアリーの脅迫。はい。1枚しか入ってないのに。3点。はい。ですから、白ドジと。もう完敗じゃん、これ。終わり。精霊で気づいてます。うん、トメの精霊に使います。はい、探検してこっちだったら土地もらいます。うん、でミレックスを置いてミレックスから青出してスクーナー戦出して終わりです。はい、はい、ミレックス1回だけ使わない、1回出したのだけ好きなんで移動で。いや、はい、負けました。はい、
まあ別に一旦止まっても後手だと思えばいいかなって思ったんだけど、うん、ハンデスでそれどころじゃなかったっていう。はい、こちらトマアピのサイドボーディング、地上要素とランプ要素を減らして、守りを強化して自然に長引かしながらフィニッシャーを展開していくっていうのを狙っていきます。はい、青黒側は基本的にはかなりロングゲームになるのでまあ汚そうな状況は全部抜きました。で、まあ、後半トップデッキして弱いちょっと脅迫だったり呪文つなぐ時を減らして、まあ、確定で消せそうな、まあ、軽蔑だったりを入れていき、まあ、相手の手札干渉として、まあ、ディックスの残虐や、まあ、ベールのリリアーナといった感じで、まあ、ちょっと、まあ、殴りつつもコントロールチックに動いていこうと思います。じゃあ先行いきます。はい、ワンランドはさすがに無理だ。どうしようかな、こっちもワンランドだけど、ワンランドギリいけるんだよな。はい、はい、はい、魂の洞窟、やっぱ持ってるのか気がする。ファイレクシア、スプーナー戦か、終わり指定の対応、はい、魂の洞窟から黒出して妖雲のホームダウンです。で、スプーナー戦になります。アタック、はい、攻撃した時に、同社クリーチャー1体を対象として探検します。はい、ゲットしてもらいます。はい、3点、3-4です。あ、3万のそいつ強っ。ギックスの効果で1点払ってワンドロー終わりです。最強チームじゃん、何これ。魂の洞窟天使、はい、全理解の進行、はい、出た時にライブラリから基本土地2枚、うん、終わり。これで効果したら面白いな。セイレン出します。はい、セイレンで少なせ乗ります。はい、でアタック入ってスワン戦の効果で、まあ、6点で2点払います。強すぎる、強すぎる、強すぎる、ね、すげえ、全部取った。カウンター構えてもね、弾くつあるからね、あんま有効じゃないんでね。青黒ミシュラも行ってディスカード、はい、今、土地2枚捨て終わりです。白、はい、赤黒のキッカーで怒りの大天使、はい、はい、どうぞ。ちょっと待って、これのグラフか、44、ただの44、ここにも打てるよね。打てるよ、何だな、うちのリックスで開いた方がいい気がするな。リ、ね、ックスやっか、はい、はい、2回2点やった、終わり。僕はしてるんだけど、ギックスで損してるかな、だいぶ。閉じます。はい、アタックして、発見して、うん、嫌な。嫌なの。嫌なの。はい。さて。まあ、ギックスの残虐。一章で手札見て、うん、クリーチャーかプリンズウォーカーをさせます。ふざけてるな。じゃあ、アトラクサさんを。超強いな。終わりです。これがね、ランプに強い。次なんだっけ、次は、ね、デモ中3点、そうね、グリムチューター、グリムチューターね、3点払って好きなカード。3章は、3章はどっちかの墓地からクリーチャーをリアニメートします、倍に出します。なるほど、要はそのアトラクサをもらいます。どっちかの墓地から、やばすぎるだろ。いや、これがね、対ランプで、うん、とても強いっていう。普通にキッカーで、これワンキックリー、ワンキックリー、これを引いたから、うん、悲しい、しょうがない、はい、終わり、しょうがない、しょうがないけど引いたの嬉しいよ、むしろ、むしろいい、一番いい、最大限の脅威でした。いいやな、きつマイナスで1体減にしてください。
車なんで、フェアリーの車来る。はい。スクナーセン乗ります。はい。じゃあ、タッチして、3件、チケットします。3点。スイッチ。青黒見せておいて終わりです。厳しいね。スクナーセンが強い。そうだね。やっぱ多角的な、その、クリーチャー機体プレイズウォーカーっていう、比較的な攻めに湧いてますね。流すか。そうなるか。流すか。はい。流して、万歳しかないな、森。うん。万歳。リディアナで捨てられちゃうんだけど、まあ、これでアトラクサかなんか引き込むしかないか。プラスします。一応対応して、はい、これで3点ゲインしたいね。はい、どうぞ。なんか探して。沼でいいか。沼探して、はい、沼する圧縮、うん、少なせにします。セット青黒カットしていいよ。アトラクサ、はい、アトラクサください。アトラクサ抜いちゃダメだこれ。はい、エンドです。リアにされちゃうから抜くまであるな。アトラクサ1枚減らしちゃったからもう1枚しかない。はい、でも何もしてきたよな。終わり。エンドに大田村最悪混力で、うん、慌ててエンチャルクイーチャープリンズウォーカー戻します。あれでこれ戻します。最悪できました、うん、で、3章でゴチャルクイーチャーカー解消します。でアトラクサ、これ手札から取られてないとゼロ出てくるの。で普通に出るとき選べる。あ、出るとき選べるタイプか。そうそうそう、はいはい。で、3章からでアトラクサ釣ります。最悪やん。何これなんだよこれ。ウォーターラス。いいですか。はい、はい、いい。や、やだよ。やだ。最初の消しとくよ。で、軽蔑。うわぁ。10枚。はい。アトラクサ気持ちいいよね。エンジャンと、はい、オーサリー、インスタント、クリンジャー半端ねえ。なんかね、アーティアクトまで下手したら加わるところだもんね、これ。そう。鍛えて。はい。どうぞ。この5枚を。投票しますね。はい。ただ、動画なんで殴り勝っていいですよ。はい。まあ、すぐ終わりますから。はい。よいしょ。塩を出します。はい。乗ります。はい。パンチで、一応探検で10点。4。はい。一応プラスして、スタート。終わりです。これ本当にスタンダード？スタンダードカード強っ。2点。魂の洞窟野草化翔太、はい、終わり。そういうの指定できるのかな。できないです。クリーチャータイプ。そう、野草化回復して無理。まあ潜って終わりですね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日の結果は楽しかったです。2対0で青黒アグロの勝利。俺のちょっと第一の感想言っていい、うん、最近めっちゃワンピカードハマっててさ、うん、やってんだけどさ、マジックザギャザリングって面白くね。どうしたの急に。なんかあれ常に選択肢あって楽しいとか言ってたけどさ、うん、結構その悪く言えば複雑なんだけどめっちゃ多角的だね、うん、なんかカードの応酬がね、うん、スタンダードでこれだったらさ、パイオニアとかモダンとかレガシーって一体どうなっちゃうの。まあスタンダードはやっぱりね、ローイチ伸びたからね、今まで以上にカーデッキがそうスタンダードのパワーレベル超えてだんだん超えてきてるから。確かにパワー高いし、そのいろんなカードタイプがあって、うん、そうね、やってなんか複雑だよね前より。まあだってバトルとかも出てきたし、フレンズウォーカーも増えてからカードタイプいくつあるか分かんないから、あとまあやっぱり3年伸びると特殊地形強くなるから。確かになんか2色ですら土地結構選べるぐらいでマダベース強くて、まあ、5色も組めるし、まあ、2色でも充電なマダベース組めるみたいな。結構このマッチは今はね圧倒されちゃったけど、うん、どっちが圧倒することもありそうだな。やや青黒有利には感じるけど、まあ、青黒は結構、うん、重いのに強いっていうの代々ね。まあやっぱハントランプが結構トップメタではあったから、まあ、それに多分強いデッキって意味で多分作られてるデッキかな。確かに。ただその魂の洞窟からの一発逆転もやっぱあるからね。あるある。天使連打みたいな。逆に言うとテンション減らしちゃいけなかったのかなっていう。そうだね、基本感じたね。手札ゼロになってから何引くかみたいな感じで、
つアトラスが引かれるかなみたいな。あとやっぱね、青黒側がぬるい展開で豆の木からのアドバンテージみたいな、うん、今回出てこなかったけど、それができると結構いいのかなっていう。あ、楽しかったな、負けたけど。1本目はリガンすればよかったってなるんだけど、なんかそういうランプみたいなデッキはマリガン来て難しいから、その手札減るのも結構きついよね、うん、こういうデッキハンデス入ってる相手にそうっていうところもあって、まあ順然と伸びる方を求めていったんだけどダメでしたっていうことで、はい、そう、やっぱ青黒使ってる時の方がさ、他使ってる時よりハッピーなの、うん、いや、どうだろう、まあでも結構ハッピーかもね、うん、クロックパーミーでも全然青黒だとハッピー、うん、こういう時は結構好きだね。好きな服着てる時に気分が乗るみたいなと似てるかも、ね、ああ、それ似てるかも、うん、目の前が俺青赤デッキだとときめくんだよな、やっぱりカード引きながらなんかカウンターとかね打ってるの好きだから、うん、確かにマウント取ってる瞬間やっぱり楽しいよ、楽しいね、それが後からまくり返す場合でも、その最初から攻める場合でも、そうそうそう、うん、妨害するっていうのが結構好きなのかもね。まあそうだね、現実社会だと妨害できないもんな、あんまりその人の足引っ張ったりとかさ、いいことないもんね。いいことないから、ね、でもカードゲームだと相手が嫌がることをするのがね、そう、あの勝ちにつながるから、ね、やっぱマジックが一番なんだろう、相手の妨害に特化してるカードゲームかみたいな、うん、確かに確かに、 その潰しがあるっていうか、他のカードゲームやっぱり自分のやりたいことをやって、うん、まあ、どっちがより強くできるかが多いけど、マジックってどっちかというと相手の足引っ張るというか、相手のマイナスをなんか一番許容してるゲームというか、まあ、カウンターとかね、うん、2マナとかね打ち消したら箸にならないゲーム多いからね。なんかその単純な力比べか、うん、技の応酬で言ったら全カードゲームの中ではこの技の応酬要素が高いよね、うん、高い、まあ、そこがやっぱり好きっていうのもあるから、うん、まあ、だから僕は結構ね青黒系が好きっていうのもあるかもしれない、うん、マジックラスターだね、うん、なるほど。いや、そう、どうして青黒が好きなのかもねちょっと聞けたところで今日はお別れになります。また今後もマジックの対戦動画たくさんやってきますんで、ぜひねコメントやチャンネル登録などお願いします。評価もお願いします。ヤスの X や Twitch もぜひフォロー応援お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。